元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕は今山口県新岩国の駅におりました。周防大島といって瀬戸内のハワイと言われている素敵な島があります。ここを回ってみたいと思います。この周防大島は作詞家星野哲郎先生のご出身の島なんですね。北川大輔デビュー曲前橋ブルースであるとか小樽夢見坂とかをいただいておるんですけど、その星野哲郎先生の記念館があります。そこに立ち寄ってみたいと思います。お楽しみに。それでは行ってきます。大チャンネル。さあ、いよいよ大島に入ります。瀬戸内海で一番の大きな島、周防大島ですね。ここが星野哲郎先生のふるさとなんですね。以前こちらの右側に大観荘というホテルがあって、ここでディナーショーもやらせていただいて、綺麗な海ですね。気持ちがいい。大島に入りました。星野哲郎先生の記念館、この橋のここから20分ぐらいですかね、行ったところが今日の最終目的地です。綺麗な海ですね。この辺りは瀬戸内のハワイと言われていて、以前もこの目の前にありますサザン瀬戸でプラの皆さんとしてディナーショーやらせてもらいました。いい雰囲気ですね。はい、到着しました。この平べったい建物が星野先生の記念館です。見て見て、星野先生がいます。先生おはようございます。お久しぶりです。頑張ってます。さあ、それでは到着しました。これはこの会館のオープン記念ですね。鳥羽さん、はるみさん、そして水前さん、北島さんがお見えになったんですね。たくさんの表彰状盾並んでいますが、はい、星野哲郎殿、ホタテの人ありますね。日本どっこの歌、星野劇者スクリーンで、たくさんの先生方のコメントの寄せ書きがあります。岡千秋先生、源哲也先生、加納源大先生、初めてもらった詩が自動車唱歌でした。歌手を諦めて作曲の勉強を始めた28歳の時です。これが大ヒットして僕の作曲家としてのデビュー曲になりました。酒も教わりました。ゴルフも一緒にやりました。星野先生は僕の人生の恩人です。いいですね。このコーナーがいいですね。二行詩の心、幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。ボロは着てても心は錦、どんな花より綺麗だぜ。春は二重に巻いた帯、三重に巻いても余る秋、
シャミが折れたら両手で叩け、バチがなければ櫛で引け。京都にいるときは忍と呼ばれ、神戸じゃ渚と名乗ったの。俺の目を見ろ、何にも言うな、男同士の腹の内。三日遅れの便りを乗せて、船がゆくゆく羽生港。波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている。思い出に降る雨もある。恋に濡れゆく傘もある。涙の終わりの一雫、ゴムのカッパに染み通る。優しさと会社のなさが裏と表についている。口紅が濃すぎたかしら、着物にすればよかったかしら。はるばる来たぜ函館、逆まく波を乗り越えて。行かねばならぬ男が一人、行かせたくない女が一人。枝を張るのはまだ早い、今はしっかり根を伸ばせ。たった一度の人生を花にするのも我慢なら、山にするのもまた我慢。このブースは星野映像館、書いてあります。ああ、先生の写真があった、ここですね。はい、この小川正夫記念音楽大賞ですからね。演歌って言い出したのはもうごく最近だと思いますがね。そしてね、私が業界に入った頃って昭和30年前後っていうのは演歌演歌って言いませんでしたからね。星野哲郎は演歌を紙の船と呼んでいる。水に浮かべるとたちまち溶けて沈んでいく儚いものだという。そんな儚さを知りつつ、やむことのない慕情と夢を紙の船に乗せては流す。星野哲郎は演歌作りを半世紀以上続けてきた。受けるっていうのは僕も欲しいですよ。だけど自分の癖として僕は受けなくなってしまってるなと思いますよ。でもやっぱりね、いいものはいいし、いいものは最後まで残る。だから数はできなくてもいいものは長く残ることによって勝つということが言えると思うんですよね。僕の歌を支えているのはふるさととその海、星野哲郎の口癖である。星野とふるさとの海は切り離すことができない。30代で上京して東京で活動する星野哲郎だが、都会暮らしに疲れるとふるさとへ帰る。ふるさとが力の源だという。このふるさとの土に作詞家として歩み続けた歴史が刻まれている。星野歌酒場、じゃーん。ここはカラオケボックスになっています。いい感じです。ありがとうございます。いい感じになってます。ちょっと歌ってみようかな。それでは北川大輔の小樽夢見坂、星野哲郎先生作詞の曲、歌ってみたいと思います。真似して背伸びした
星野哲郎先生は空き缶拾いをボランティア活動されてたんですね。ずっと缶を拾い集め、ここにあるのは6万1個目の缶ということでちゃんとこう記されているんですけど、先生は人らしくということを気にされていたんですね。クラウンのプロデューサーさんから聞いたことがあるんですが、星野先生に赤坂の事務所にクラウンレコードの本社に行くのに東京の小金井からいつも電車で中央線とかに乗って指定席もないグリーン車もない鈍行で来られるんですよね。もちろん混んでる時には座ることができなくて立つんだと思うんです。クラウンの制作の人がハイヤー使ってください、車だったら駐車場も用意します、もちろん言いますよね、大先生星野哲郎先生ですもの。でもその言葉を聞いて星野先生が一言言われたそうです。何言ってんだよ、一般の人が聴く音楽を書くのに一般の生活をしてなくて書けるわけないじゃないか、おっしゃったそうです。偉大ですよね。自分の評価は自分でつけるものではなく他人がつけて自分の評価、でも僕はずっと作詞家でありたい、そして一般の曲を書く作詞家でありたい思われた先生は一般の生活を崩さず歩いていらっしゃって、そしてその一つがこの空き缶拾いだったんでしょうね。懐かしいデビュー曲のジャケットのね CD がありますが、星野先生には前橋ブルース小樽夢坂2曲曲をいただきました。今日はこの会館にサインを書かせてもらいます。星野哲郎記念館堪能してきました。久しぶりに星野先生とお会いできて嬉しかったです。北川大輔はデビュー曲前橋ブルース小樽夢見坂2曲曲をいただいたんですが、ある先輩から言われたんですけど、大ちゃんはいいね、星野先生の歌が2曲もあって僕は1曲ももらえなかったよ、残念ながら他界されてしまうとそういうことができなくなりますもんね、自分は幸せもんだなと思っています。皆さんもぜひ山口県遊びに来てください。それではまた会いましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。